ちゃんと一応あるんやね。フルコンボ。よかったよかった。フルコンボをダドンまで言っていただきたい。ほい。ということで今回はこの後ろ後ろというゲームをやっていきたいと思います。はい、スタート。なんかね、一応リズムゲーなんかな。How to play 曲に合わせてタップする音ゲーだよ。コンボを決めてレッツダンス。あ、ライフとかが一応あるんやね。あれなくなったらどうなの？ゲームオーバー？普通にゲームオーバー？ただしママに見つからないようにね。ささっと勉強に戻った。何その足って感じだけど。しかも空気椅子やった今。よし、やってやっていくか。曲を選んでね。スマイルガール。これはなんかよく聞いた覚えのあるような曲だな。レディーゴー。よし来い。なるほど。なんかぴったり押すの難しそうやな。私こういうゲームあんまやらんけんな。なに、コイン、コインゲットしたいんやけど。あ、全然ぴったりじゃない。キャーキャーキャー。え、これ親が来たらどうすればいい？親が来たらどうすればいいの？ちょ、待って。レディーゴー。よし、行こう。はい、あ、停止ボタンか。停止ボタンを押せばいいわけね。なるほど、オッケー。ちょ、いまいち理解ができなかった。あ、ちょっと、早かった。そんな一瞬しか勉強に戻らないのか。え？どういうことなんだ。レディーゴー。どういうことなんだ。はい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 。やっぱり押しとらいただけみたいな感じなんかな、これ。そういうことな気がしてきた。これクリアあるの？なるほどね。やっとわかった。遅いけど、やっとわかったよ。どういう状況？とりあえず踊りさえ見られなければいいのね。そして押してる間はずっと、ああやってくれてるんだ。だから、ポンって押しただけ、停止ボタンポンって押しただけやったけん、一瞬やったんやね。ああ、一応なんかクリアしたっぽい。一応、あ、ちゃんと一応あるんやね。クリアは。よかったよかった。フルコンボを、ダドンまで言っていただきたい。スマイルガールっていう曲なんや。にゃんにゃんにゃにゃ拍子。なんだそれ。曲自体もさ、オリジナルってこと？すごいね。やばい、リズムの方に集中してなんか、母親とか、全然見てられなくなりそうな感じの。なんかどんどんスピードが速くなるってことか。やばい。呪い私にはきついわ。バットだ。やばい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 。来る。てかそんなに頻繁に様子見に来る？どんだけだよ。よし。やったーよし。あ、コツがつかめてからまあいい感じ。ほい、そして、星一つやけどまあ、まあしょうがない。そこは、カノンテクノアレンジ。あ、別にオリジナルなわけじゃないんや。カノンやん。レディーゴー。いいね、いいね。え、私この曲普通に好きなんやけど。あ、てか、どんどん速くなっていくわけじゃないんや。まあ、どんどん速くなっていくんやったら、ちょっと途中から無理か。うわ、危ねえ。あ、やばい。やばい。やばい、お母さんが、塔を閉じる前に元に戻ってしまった。てか、気づけ。よし、来い。は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 い。くるーくるーよし。そっか、テクノアレンジやけんか、ちょっと早くなったぞ。このコインはあれかな？ガチャかな？来そうな気がする。そうでもない。はい。お、来ないぞ。いや、来るな、そろそろ。あ、そっちか。はい。
をしてる間はこの丸のやつは飛んでこないってこと。停止時間が長ければ長いほどあれなんやない、点数も稼げんってことかな。あ、コインが取れなかった。こういう状態どういう状態な。そんな置物部屋にあったらおかしいやろ。あ、いいな、テクノアレンジもいいな。オッケー、やったー、フィニッシュ。くそくそ、星3つまではいけなかったか。はい、それじゃあ祭りだ祭りだ、え、祭りが一番、祭りが一番、なんか誰の音だ、誰の音、祭りだ祭りだ、祭りが一番。何、雰囲気が全然、あー、ちょっと待って、早い、曲がわからんかったらリズムが取りにくいぞ。あ、楽しいあ、この曲いいな。あ、そろそろ来そう。どういう状態、ちっちゃくなったんやけど。てか普通に来るやん。待って待って待って、早い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 、はい、あー違う、いや、やばいやばいやばい、あー、バッと待った、やばいやば、普通にダメやったんやけど、普通に失敗なんやけど、やば、もう一回やる、はい、来い、祭りだ祭りだ、祭りが一番。リズム的には今んとこ一番好きなんやけど、これしかし全然いけてない。あっ、バッと、はいはい、一回失敗したらそこが一個減るってことか。やばい、はいガタガタ言うな、うなんだが、やばいやばいやばい、トゥーバット、やばい、レディーゴー、めっちゃミスする、祭りだ祭りだ、くそ、祭りが一番。こういうさ、こういうなんて言うん、めっちゃいい感じの曲なんやけどさ、一回こうリズムが狂ったらね、一気になんか崩れていくけんきついね。ほら、停止しとっても普通に飛んでくる、マジか、そういう感じなんやねん、やばい。あ、でもさっきまでよりいい感じになってきた、多分曲を覚えに来たのやつ来る。ちょ、マジでさ、母親の方見とる暇がないんですけど、怖い、はい、あ、ちょっと待って、はい、今めっちゃ、めっちゃ気抜いとった、はい、お、いいんじゃないこれ、うー、やったね、一回しか失敗してないやし、よし、やったー、これ嬉しい、めっちゃ嬉しい、この曲いいえ、楽しい、でも星2つまでか、くそー、祭りだ祭りだ、祭りが一番、この先が選べない。あ、ガチャで曲をゲットし、お、祭りだ祭りだ、マジでガチャなんや、祭りが一番ってことは、どれ、ガチャ、ダンサーや曲をゲット、1回メダル10枚だよ。ダンサーお姉ちゃんだけじゃないの、ダンサー1回メダル10枚、あ、7回できるのね、オッケーオッケー、やっていきます、来い、お、ニューミュージック、あ、じゃあここからはもう順番に行くんじゃなくってゲットした曲をできるっていう感じなんや。おー、これ連続でできないの、連続でやってこう、はい、来い、さあ次はニューダンサー、弟くんやんなるほど、あ、変わった、変わったよ、弟くんに変わった、じゃあ弟くんに変わったところでちょっとやっていこうか、はい、ダンサー選択、あ、じゃあこれで OK なわけやね、じゃあ弟くんでおよそさんバンドやめるっていう、どういうこと？およそさんって何？誰？はい。レディーゴー！よし、行こう。あ、踊るのが好きな兄弟なんやね。お、いいんじゃない？はい。あー、全然ダメだ、全然ダメ。ちょっと待って待って待って、全然ダメや。あ、怖い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 。はい。あ、やばいやばいやばい。忘れとった。
だよお母さん。はい、はい、やばい、あと1回しか失敗できない。はい、ゲーム取り上げられてない、大丈夫。あはトゥーバット、くっそー。よし、一回いくぜ。さあ来い。これも結構なんかリズミカルやな。まあね、リズムゲームやけどね。超当たり前のことやけど。あー待って、あ、やばい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 、崩れたよ。はい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 、やばい、怖い。ちょっと、はい、あと2回しか失敗できないんだけど、早く。はい、怖いよ、来る。影に隠れる。あーやばい、あートゥーバット、クソ。でも思った以上にこのゲーム楽しいんだけど、あれかな、私がもともとリズムゲームというものをなかなかやらないから、逆にちょっと新鮮な感じ。動体視力が養われそう。あっ、おっ、やっとダメだ今の。その隠れ方はね、このシリーズでよく見る隠れ方だ。あーダメだ。なんかしかもね、自分が思っとる以上に失敗しとんよね。レディーゴー。くそ、もっと成功しているつもりなんだけどな。ダメだな。はい、来い来い。こうやっている間にもね、またガチャ用のコインがいっぱい溜まっていきよるってね。はい、でも今ので最初のミスや。まだまだ。はい、来る。危ない。ちぎりぎりやったよ今。いいぞ。ちょっと終わったかと思った今一瞬。めっちゃ気抜いたぞ。はい、お、ちょっと気分がいい。ずっといいね。何やってんの、ドミノ倒し。いいね、ピタゴラスイッチ的なの好きよ。まだ終わってないのか。これ普通にさ、あれなんだ、普通にある時なの。あ、ピタゴラスイッチ。開ける感じで何やってんだって感じになるけど。それなら別に踊ってるぐらいでいいんじゃないの。フィニッシュ。やったね。さあ、あこから直接ガチャまで飛んでこれるわけね。さあ来い。お、ニューミュージック、これ続きやん。5、いいぞ。そしてダンサーさんも出てくれんかな。ええ、ニューダンサー、何のみ。え、まさかののみ。ええピコピコなんかしてないもん。レディーゴー。踊るののみ。え、なんかすでに、なんだそれ、すげえ。猫もおるやんって思ったら猫の中に隠れるのね。じゃああれやん、飲みやけん、そう、見つかったらあのママに駆除されてしまうわけやね。それはもう命がけや、命がけの飲みダンスを。にゃー。え、でもさ、こんな広い部屋にさ飲みが跳ね寄ったところでそんなわからん気がするけど。危ねえ、しかも全然コンボが続かねえ。危険だぞ。はい、あー、トゥーバット。今の何、飲みの鳴き声。ベリーゴー。飲みの鳴き声なの。さあ来いよ、早速。なんなの、飲みの場合は曲が始まる前にまず、あ、まあ確かにね、こう誰も人がおらんはずの部屋から音楽が聞こえてきたらそうなる。実は飲みが踊ってるんすよ、ここで。でもオタクの猫ちゃん、ちょっと飲みに食われちゃうかもしれないからね、何か
かしら対策を練った方が良いかと思われる。怖いよ、駆除されるよ。おいいね。てかこうね、慣れてきた頃にさ、なんかクリアしてまた曲が変わっていくけんさ、また慣れなければいけないぞ。怖い。おっと、やっぱりおかしい、何かがいるような気がするのにみたいな感じ。ユタクリアした。のみの声かわいいか、かわいすぎか。よし、来い来いよ。はい、これで、お、続きや、ニューミュージック。そして、あ、交互に出てきようかな、もしかして。次ダンサー、あ、来た、おじいちゃん、ニューダンサーおじいちゃん。よし、富士ロボット、富士の庵、富士の庵っていう人が歌うロボットってこと。おじいちゃん。おじいちゃん、さっきまで杖ついてヨボヨボやったのに、なんか急にキレッキレになってきたね。おお、キレキレ。これはあれか、ママに見つかったら本当は体が全然平気っていうことがバレてしまうから、ちょ、いたわってもらえんなったらいかんけん。ママにはバレんようにせんといかん感じの。これは何、ボカロ違うかな、普通のテクノポップかな、わからない。いいよおじいちゃん。これもしかしたら一発成功パターンあるんじゃない。普通に綺麗な曲、しかも今のところさ失敗ないけんね、この曲で。こうゆったりした曲やもんね、これ。お、これは、あー、ダメや、急に。ちょっと調子に乗りました、はい。ちょっと調子に乗りました。おったー、すい。まあ、こんなもんかの。おじいちゃんの声初めて聞いた気がする。こんなもんかの、おじいちゃん一発クリアとか、さすが。さすが。ほい、ということで、じゃあ今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。やばいなこれ。曲はまあ、あそこに出とる20曲やっけ。あれ、だけなんやろうけど、ダンサーの数がどれぐらいおるんかちょっと気になるよね。